高麗帽子、あるいは朝鮮帽子、半帽子は、主に中国人が使う韓国、朝鮮人の別称、省略して帽子とも言う。中華圏では、認知度の高い語彙で対応されるが、不別語であるため現在でも中華人民共和国に住む朝鮮族は、この言葉を嫌っている。ほぼ同義の言葉に、におにごがある。高麗帽子の語源について、中国の歴史学者ら次祖は、 著書、風相語でこう述べている。解放前から、朝鮮人、韓国人のことを、高麗帽子と呼んでいたが、その意味が半然としなかった。解放語で禁止用語になったので、微小ではないことを知った。だがその意味が曖昧なままだった。後に、大一元の、両左見聞録を拝読し、その記載によると、朝鮮朝考士と、従者以外にも、使い走りのもので、 帽子と呼ばれるものがいる。その国では、婦女が陰行罪を犯したら、刑罰として公営の売春宿で働かせ、そこで生まれた子が帽子と呼ばれ、一般人に別死されている。頭巾の使用が禁止されるので、頭髪と髭が常に散乱朝日旗を持った朝鮮人が中国人を虐殺している様子を描いており、当時の中国人の朝鮮人感が表現されている。満州国では、 警察官に朝鮮人も採用していた。朝鮮人警察官は、主に朝鮮で選択に使う棒を武器として警備をし、事実上の支配国であった日本の脅しを借りて横暴な態度をとっていたため、現地の中国人たちは警官の携帯する武器の棒より、高麗防子と別称した。低差脱によると奪った土地が入植者である朝鮮人に課されていたため、 満州での土地を奪われた中国農民の朝鮮人への憎悪は強く、東北地方の貴族は、高麗帽子は全部殺すと宣言していたという、早稲田大学が所蔵する新朝の建立16年版、後期予職構図第一冊の中に、朝鮮国民富士の後ろのページに、朝鮮国民人、俗皇、高麗帽子と呼ぶ、と記載されている。また、中国では、昔から人を、 棒槌とののしる習慣がある。棒槌とは洗濯用のずっしりとした棒で人をののしる。際の意味は日本語の頭でっかちと似ている。高麗帽子は現在でも中華圏で用いられている。2012年6月18日に台湾の大鳥海精密工業会長拡大名がシャープとの技術提携を発表するにあたって私は日本人を尊重している。 日本人は決して後ろから刺したりしない。しかし、高来防止は違うと発言している。これに対して、朝鮮日報は、韓国人を卑下するものである、と非難した。2017年、中華人民共和国は、韓国が終末港高度防衛ミサイルの配備を決めた、ことに対して官民挙げての報復を行った。中央日報の報道によると、3月14日、あるオンラインコミュニティには、 中国のあるホテルの入り口を撮影したという説明と共に写真2枚が掲載された。写真を見るとホテルの入り口と見られる場所に大韓民国の国旗が敷かれて国旗を踏まないことにはホテル内に入ることができないようになっていた。旗には中国語で主韓国防止と記されていた。別の写真では建物入り口の横に掲げてある営業中という案内とともに 防止与えく太く時代という内容の案内も添えられていることが確認できた。ありがとうございます。